はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学1年生の英語 C と He の使い方についてお送りします。で、今回はですね、ポイントを含めて全部で11問問題がありますので、ぜひね、一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が説明しながら答え書き込んでいきますんで、確認してもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はタイトルにあるように、まあ、これ C って言います。で、これが He ですね。って言うんですけど、こいつらの使い方との意味をね、覚えていってください。で、まず C から行きます。これの意味は、彼女はという意味になります。彼女は。で、こっちの he ですね。これの意味が、彼はという意味になります。今まで、例えば、私はほにゃららです。I am やりましたね。あなたはほにゃららです。You are ってやりました。私はとか、あなたはっていうのをやってるんですよ。で、それの仲間というか、それプラスでね、今回女の人に言うときに、彼女はなんとかだよって、彼女はほにゃららですって、言ったり、男の人に向かって言うとき、彼はほにゃららですって言うときに使うのが C と He になります。いいかな？で、使う B 動詞は両方とも同じです。両方とも B 動詞は is を使ってください。だから、C is、He is っていう感じで使っていきます。まずここ押さえていきましょう。なので、4番。彼女はエリです。ね、エリってまあ名前ね、その子の。で、彼女はほにゃららですって言いたいから、もう彼女はって言ったら C を使う。で、まあ、もっと文の最初なんで、S が大文字になって C。で、使う B 動詞は is だから、She is Ellie って言うと、彼女は Ellie ですっていう風になる。いいかな？で、次はですね、ちょっとこう繋がって5番6番セットでやっていきます。で、まず、こちらはトムです。こちらはトムですっていう。で、これは、ここの、勉強はちょっと関係なくって、でもちょっと覚えてほしいんですけど、このね、こちらは、ほにゃららですっていう。これ先答え書きましょう。最近見たやつだね。これ、this is って言います。this is Tom って言うと、こちらはトムですになるんです。以前、その this is を勉強したとき、これね、this is ほにゃらら。意味は、これはほにゃららですでやりましたよね。で、もちろん、これが一番使う意味なので、これをまず覚えてください。This is って言ったら、これはほにゃららですと。ただ、これはって言うと、ものになるよね。まあまあ、動物とかにも言うけど、これは犬ですとか言うけど、これは消しゴムですとか、これは机ですって言いますよね。で、人にも実は使うことができて、こんな感じで。トム人だからさ。This is Tom って言うと、でも、人に対して、これトムって、これはトムですっていうのは失礼じゃんか。だから、人に使うときは意味が、こちらはトムですというふうに訳してください。だから、今まで覚えたこれはほにゃららですに、プラス足しといてください。こちらはほにゃららですって意味があるんだって。で、ちなみに、ざっとありましたよね。ざっと is。ざっと is は、あれはほにゃららですでした。で、これも人に使うことができて、ざっと is Tom って言うと、あちらはトムですっていう意味になります。いいかな？あに変わるだけ。あちらはトムです。これの子があれのあに変わってる。子があに変わってるから、こちらはもうあちらは子をあに変えてくれれば OK。いいかな？まあこれも覚えておいてください。で、このね、なんで5番6番つながりでやったかっていうと、ちょっとこれ大事なことがあって、英語のルールでね。こちらはトムです。This is Tom。トムの話をしてます。で、彼は体育の先生ですって言いました。で、今、彼ってトムのことですよね。こう繋がってるからさ。こちらはトムですって。トム体育の先生なんだよって言ってるんですよ。で、そうすると、もう一回トムって言いたくなるんですけど、英語って前に出てきた人、まあ、トム男性なんで、その人が出てきたら、he か c で二つ目の文からも置き換えます。トム、トム、トムってずっと使わないの。トムって一回登場したら、次も男性なんで、he。トムの話をするんだけど、彼はほにゃららだよって。彼はどこどこ出身ですとか言うときもそうなんですけど。
だから一人目、人の名前が出てきた時に文がつながるというか流れになってたら、そのトムを男性とか女性判断して he, she で置き換えるんだっていうのを頭の片隅に置いといてください。で、ちょっと話が長くなりましたけど、結局彼はほにゃららですと言いたいんで、彼は he を使います。で、最初は大文字にして he、 使う be 動詞は is で、あ、PE、PE これ体育です。学校の科目のね、体育で、体育の先生って言いたいんで、先生が残ってるんですよ。で、先生は こう書きます。 teacher と言います。まあ、teacher って聞いたことあると思うんだけどね。だから he is a PE teacher って言うと、彼は体育の先生ですとなります。これ、ね、PE teacher で体育の先生です。で、体育の先生とかっていう時もこうやってあがつきます。いいかな。で、なんかごちゃごちゃね、付け足して喋っちゃって申し訳ないんですけど、人の名前にはあとかはつかないので、これ気をつけてください。 This is a Tom とは絶対言わないので、いいかな。では7番いきましょう。彼は誠ではありません。ありませんなんで否定文ですね。ほにゃららじゃないよっていう。ただ、これはですね、今回ポイントとかにはしませんでした。なぜかっていうと、今までと同じルールだから、全くね。で、まず彼はを使っているので、he からいきます。he ね。ただ、ありませんって言いたいんで、否定文使う時の相手は not だよね。これを使いたいと。で、同じように使う。B 動詞は is って分かってるから、こいつとこいつをくっつける。まあ、is not って書いてもよかったんだけど、今回棒が1個しかないんで、それの短縮形で、こうやって、he isn't 誠って言うと、彼は誠じゃないよっていう言い方ができます。ただ、これ答えもう一パターンあって、he is ってありますよね。実はこれも短縮できるんですよ。短縮すると、he にアポストロフィーがついて s になります。これ大文字で変えておこうかね。こうなる。これ短縮形。だから he is not を今 he と isn't にしたんですけど、 he's not って書いても OK です。まあ、棒が2本だからね。そっちでもいいんですけど、まあ、どっちでも構わないんですが、ひとまず短縮形 he is をくっつけるとこれになるんだっていうのは覚えておいてください。ちなみに書くとこなくなっちゃったんで、ちょっと申し訳ないんですけど、ごめんね、ごちゃごちゃと。C is あるじゃないですか。これもくっつきます。C にアポストロフィー S で she's。この短縮形もあるので、こっちもセットでお願いします。では次は、彼女はあなたの友達ですか？っていう疑問文ですね。質問したい。で、これもルールが同じです。今まで疑問文、質問するときは B 動詞を前に出すっていうのがルールでした。全く同じです。今彼女なんで C を使いたい。だから C is だよね。で、その B 動詞の is を前に出してくればいいから、 is が先に来ますと、で C が後ろに来ますと、 is she って。で、あとはあなたの友達、 you are がね、あなたのもう書いてあるんで、この友達が足りないんだよね。で、友達は書き方はね、こうですね。読み方はフレンド。まあよくね、歌の歌詞とかでも出てきますよね。で、この疑問文は what、 あの疑問詞の what ね、を使ってないので、後ろが上がります。Is she your friend? っていう感じ。これで、彼女はあなたの友達ですか？という質問になります。で、疑問文出てきたので答え方セットで覚えちゃいましょう。ただここの答え方はすごく簡単で、 C を使ったら C で答えます。だから Yes、 C、 Yes、 No も同じです。 C を使って質問されたんで No、C で、 No の時は Not が必要だから No、C、Isn't ってやれば、彼女は、彼女って君の友達？って聞かれたら、うん、そうだよって言いたければ、yes, she is. あ、違う違う。違うって言い方も失礼だけど、no, she isn't. って言えば、まあ、no で答えることができますので、this とか that みたい、こいつらみたいに、これで質問したら答えるときは it だよみたいな。そういうのがないんだよね。c だったら c。で、カッコにしておきますけど、もし he で聞けば、yes, he is. no,
He isn't って答えるだけなので、まあ、She は She で、He は He で答えると覚えておいてください。じゃあ10番が、まあ、ここの、ま、一番難しいですね。全部棒になってるので自分で作っていきましょう。まずは、彼は英語の先生ですか？つまり、彼はほにゃららですか？って疑問文を作りたい。彼なんで、he ですね、使うのは。で、それの疑問文だから、be 動詞をまず出しましょう、前に。つまり、is、he から始めます。そうすると、彼はほにゃららですかは書いたんでも OK。あとは、英語の先生を入れたい。で、さっきの体育の先生をちょっと参考にしましょう。体育の先生は、a PE teacher でした。で、同じようにあが必要なのかなって感じがするんで、あを入れときます。で、英語の先生。英語はね、科目なんで最初大文字になります。あ、それ英語ごめん。科目じゃない。イングリッシュは大文字で書いてください、最初ね。で、イングリッシュ。で、同じく先生なんで、teacher。で、疑問文だから忘れずにクエスチョンマーク。よし完成っていう感じがするんですよね。するんですけど、これ結構引っ掛けて出されやすくって、is he? ここ、あじゃなくて、an になります。そう、後ろがね、e なんだよね。いいかな？で、is he an English teacher? お前、引っ掛かんなかった。is he an English teacher? ってなれば、彼は英語の先生ですかという疑問文完成です。いいかな？で、最後なんですけど、これはですね、全く関係ないです。ここに関して。まあ、全くはないけどね、C 使ってますけど。で、今、C があるんで、彼女はもう書いてある。で、最後、ダンスですね。もうダンスも書いてありますと。じゃあ、残ってるのは、ほにゃららが上手ですが残ってるんだよね。で、これまず答えちょっと書かせてください。今出てきた、is。新しいね、単語ですね。is good at です。she is good at dance って書いてあります。で、今回覚えてほしいのが、今までね、みんなは単語で一個一個覚えてきました。例えば、フレンド。これ、友達っていう単語ですよね。teacher、先生っていう単語でした。英語をまず得意にしていく、できるようにしていくためには単語力が絶対に必要です。国語でも、先生って意味がわかんなかったり、友達っていう言葉の意味が分かんなかったら文読めないですよね。同じように英語も単語の意味が分からないともうなんだろう戦えないんですよ。その科目にね。で、実は単語ともう一個大事なのが熟語です。熟語。まあ、イディオムって言い方をしたりしますけど、それは一個の単語ではなくってセットで使った時にこういう意味になりますよっていうのがあるんです。英語にはいっぱい。で、それがこれなの。で、今、is は使ってるんですけど、これ、まあ、be 動詞を使ってくれっていうサインなので、覚え方としては、be good at。で、この3つセットでセットで覚えるんです。セットでセットでって言っちゃったよ。ね、be good at。これで、ちょっとね、飛ばしちゃうけど、ほにゃららが、上手です。とか、ほにゃららが得意ですって意味になります。be good at をセットで使うとね。で、こういう熟語、まあね、イディオムですね。がこれからちょこちょこ出てきますので、まあ覚えることどんどん増えてて大変なのはあるんですけど、ぜひ覚えてってください。で、よくこのね、be って使うのが多いんですけど、これ be 動詞って意味なので、今、c を使ったから is になります。c には is でしょ ?be 動詞。例えば、私はダンスが得意って、私ね、言いたかったら、最初が I になるよね。私だから。ここが I になる。でも、I にくっつく B 動詞は am だよね。だから、I am good at dance ってなる。そうすると、私はダンスが上手ですとか、ダンスが得意ですっていう意味ができますので、まあ、B っていうのが出てきたら B 動詞。じゃあ、それに合わせて、主語に合わせて B 動詞変えていこうっていうのも、頭の片隅で構わないので、覚えておいてください。まあ、最後ね、ちょっとイディオムの方に話が逸れちゃったんですが、今回は she、そして he、ね、この使い方と意味を、ね、確認しておいてください。では、今回はね、she と he の使い方やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。